シーダーシティはアメリカ合衆国ユタ州南東部アリゾナ州やネバダ州との宗教近くにあるアイアン郡に位置する都市であるソルトレークシティからは南に250マイルラスベガスからは北に180マイルに位置し両市をつなぐ週間高速道路15号線上にある2010年国勢調査での人口は28,857人だった市内には南ユタ大学があり 毎年ユタ・シェイクスピア・フェスティバル、ユタ・サマー・ゲームズ、ニール・サイモン・シアター祭などの行事が開催されている。シーダーシティのある地域で、前世時代に住んだ人類の存在は、北のパロワ・ギャップやフレモント遺跡で、西暦1000年から1300年のものとされる祝いから、明らかになっている。現在の南パイユート族インディアンの祖先は、この地域で1776年にドミネゲス。 エスカランテン生隊と出会った。その50年後の1826年、マウンテンマンかつ毛皮攻撃人のジェデリア・スミスが、ユタからカリフォルニア州に抜ける道を探検してこの地域を通過した。シーダーシティの町は1851年遅くに、ユタ州のパロワンから来た、モルモン開拓者によって設立された。彼らは、鉄工所を建設するために派遣されていた。 この場所は、フォートシーダーあるいは、シーダーシティと呼ばれ、西10マイルの広大な鉄鋼床と、シーダーキャニオン上流10マイルの石炭電と遠距離にあったが、土地に多く自生していた樹種から名前が付けられたとされた。ヘンリー・ラントが率いてきた2つの隊が1851年11月11日のブリザードの日に砦に到着し、それを公式な町の設立日とした。 1855年、鉄鋼所に近く、コールクリークの氾濫源の外にある新しい場所が、ブリガム・ヤングの提案で設立された。現在のシーダーシティが、この場所にある。シーダーシティは1868年2月18日に、法人化された。鉄鋼所は1858年に閉鎖されたが、1980年代まで、地域で鉄鉱石の採掘が続けられた。 シーダーシティを通る鉄道によって、シーダーブレイクス国定公園に加えて、ブライスキャニオン国立公園、ザイオン国立公園、グランドキャニオン国立公園に入る観光の入り口としての地位が確立された。シーダーシティは、ユタ州南西部で観光業、商業開発、教育と芸術の中心であり続けている。1980年代後半から、ユタ州南西部の大半とともに、 急速な成長を遂げている。歴史ある中心街のメインストリートシーダーシティは、クレートベース南東部にあり、モハーベ砂漠北東端の北約20マイルに位置している。標高は5840フィートであり、近くのディキシーと比べて冷量かつそれほど乾燥しない気候であるが、セントジョージとは文化的つながりを保持しており、例えば同じ日韓史を共有している。 シーダーシティは37度 4057N、113度 428W に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は20.1平方マイルであり、すべて陸地である。マーカガント大地の西端にあり、ハイデザートバレーである、シーダーバレーは対応に出口がない。気候は山岳部西に典型的な乾燥気候だが、 積雪は大変多くなることがあり、1949年1月には36.9インチにもなった。週刊高速道路15号線が南のセントジョージ、ラスベガスとをつなぎ、北は週刊高速道路70号線、ソルトレーク式とをつないでいる。州道でアメリカ国道93号線に近いネワダ州、パナカと国道89号線でユタ州、 カナブト、ネバダ州では国道50号線や道6号線と接続している。セントジョージと同様に西部の地域ネットワークで絶好の位置づけにある。カリフォルニア州のロサンゼルスは週間高速道路15号線で南に439マイル、サンディエゴは500マイルにあり、アリゾナ州フェニックスは週間高速道路15号線と国道93号線を通じて、 南に465マイル、コロラド州デンバーは、週間高速道路15号線と道70号線を通じて東に580マイルにある。ユニオンパシフィック鉄道の支線がシーダーシティを通り、ルンドで本線とつないでいる。シーダーシティ地域空港には、スカイウェスト航空が就航している。シーダーシティの航空写真以下は2000年の 国勢調査による人口統計データである保険会社のリービットグループがシーダーシティを本拠にしている。ありがとうございます。